はい、こんにちは、116ウィンズです。さて今回話していきたいのがこちらのジョン・アックスフォードという選手について。皆さん、アックスフォードって選手ご存知でしょうか？2010年代前半くらいから MLB をご覧の方はおそらく名前知っている方も多いと思いますが、ブルワーズなど多くの球団で活躍した38歳のリリーフピッチャーで、2018年を最後に MLB での登板がありませんでしたが、8月2日に3年ぶりの MLB 復帰を果たしていました。ただその復帰登板でアックスフォード肘を怪我してしまいまして、その試合を負傷降板すると、詳しい検査の結果、ブルワーズのカウンセル監督によれば肘の靭帯等に甚大なダメージが確認されたようでして、残念ながら今季はもう投げないとのことです。苦労して3年ぶりに MLB 復帰を果たした選手のその最初の登板としては、おそらく考えうる限り最悪の結果となってしまいましたが、ただ今年のアックスフォードが MLB のマウンドに帰ってくるまでになかなか激動の1年を送っていましたので、今回はそんなアックスフォードの2021年についてお話していこうかなと思います。はい、まずはアックスフォードという選手のキャリアについて大まかにご紹介しますが、2009年にブルワーズで MLB デビューを果たした後、チームのクローザーに定着しまして、2011年は74試合でリーグトップの46セーブ、防御率も 1.95 と抜群の安定感で一気にリーグ屈指のリリーフピッチャーに成長。これだけ聞きますと順調なキャリアそのものに見えますが、ただブルワーズと契約する以前のアックスフォードはバイトを掛け持ちし、どうにか生計を立てていたそうでして、2008年にヤンキースのマイナーからリリースされた後に、契約先を見つけるためにアックスフォード自らがトライアウトを主催するも、参加したスカウトはたった一人のみ。そのスカウトがたまたまブルワーズのスカウトで、アックスフォードのボールが気に入って契約に至ったようですね。もともアックスフォードを見つけたスカウトもまさかデビューして3年目でセーブ王になるとまでは思っていなかったみたいですけどね。で、2013年途中にカージナルスへトレードとなると、その後は多くのチームを渡り歩きまして、インディアンス、パイレーツ、ロッキーズ、アセチックス、ブルージェイズ、ドジャースのブルペンの一角を担ってきました。そんな感じでたった一人のスカウトに見出されて10年間の MLB キャリアを送ったアックスフォードでしたが、しかし2019年は怪我でルーキーリーグで1試合リハビリ登板した以外は全休。2020年はコロナの影響等もあって、どこの球団とも契約に至らず MLB での登板はなし。2年間のブランクをもって今年2021年を迎えていました。ちなみにアックスフォードは野球以外では大の映画好きということでも知られていまして、最近はやっていないようですが、毎年アカデミー賞の予想を彼のツイッターでやっていて、しかも映画を見る目があるのか精度も結構高く、予想すべて的中させた年もありました。そんな MLB に入る前から人とは変わったストーリーがある映画好きなアックスフォードですが、しかし今年彼が歩んできた道もまた映画みたいなストーリーなんですよね。まず今季 MLB のシーズンが開幕した時点で、アックスフォードは解説者としてのキャリアを歩み始めていまして、ブルージェイズ戦などを中継するカナダのスポーツ局スポーツネットでブルージェイズ戦のゲスト解説を務めていました。どうも調べてみたら、どこのチームにも所属していなかった昨年からちょくちょく解説として出演していたみたいなんですよね。6月にはブルージェイズの苦しいブルペン事情についても解説していました。アックスフォード自身正式に引退は表明していませんでしたが、グラウンドを離れて解説者として出演していたことからも、事実上の引退状態にあったことは間違いないでしょう。ただそんなアックスフォードですが、選手としておそらく MLB からのオファーがなければ最後に目指していた舞台がオリンピックですね。アックスフォードは昨年からカナダ代表にいつ呼ばれても問題ないよう準備をしていたそうですが、コロナでオリンピックそのものが延期となったことで1年以上自主トレを余儀なくされました。ラプソード等の機器を駆使して1年間自分の状態を確認し続け、寒い時期は屋内施設を借りながらずっと準備を続けてきたそうです。そしてその努力が実ってカナダ代表に招集され、練習試合では96マイルを記録するなど状態は良く、予選でも本人曰く98マイルを記録したとか。カナダ代表は残念ながら予選を勝ち抜くことができず、オリンピックへの切符をつかむことができませんでしたが、アックスフォード自身は2試合を投げ無失点。まあ、最後のドミニカ共和国戦8回裏に同点とされ、なおも2アウト1塁2塁の場面で登板し、フリオ・ロドリゲスに予選敗退につながる決勝タイムリーを許してしまったので、2試合を投げ無失点という言葉が与える印象ほど内容は良くなかったようですが、ただ投げているボール自体は相当良かったみたいですね。オリンピック予選が終わった後の6月24日にブルージェイズとマイナー契約を結んだことからも、 MLB の球団から見てもオリンピック予選でのアックスフォードのボールが良かったことの何よりの証拠と言えるでしょう。ただそれにしても、ブルージェイズとマイナー契約を結ぶ直前には、先ほども触れましたがスポーツネットでブルージェイズの苦しいブルペン事情について解説していた人自らその解説していたチームに加わり、しかもリリーフピッチャーなので、その苦しいブルペン事情を助けうる存在となったのは、まあ、これはなかなかに面白い出来事ですよね。
こうしてブルージェイズのマイナーに加入したアックスフォードですが、ルーキーリーグで1試合登板した後にトリプル A に合流。トリプル A でも内容は上々で10試合10回3分の2で被安打わずか2本、失点は1、そして14奪三振と好投を続けまして、もしかしたらブルージェイズ昇格もあるのではと思われましたが、8月2日にブルワーズで金銭トレード。しかもこれもまた普通の金銭トレードではなく、ブルージェイズが受け取った金額は現金で1ドル、1ドルですよ、日本円にして110円、安い自販機でジュースを買えるくらいの感覚でブルワーズへトレードされてしまいました。どうもアックスフォードは球団に対して、もしブルージェイズで昇格のチャンスがなく、で他球団でチャンスがありそうだったら自分を放出してほしいとお願いをしていたようでして、でトレードデッドラインが過ぎたあたりからブルワーズが獲得に興味を示し、このトレードが実現したそうですね。まあアックスフォードにメジャー昇格のチャンスを与えるためのトレードですので、見返りはほぼゼロ。一応金銭トレードの定義を取るためにブルワーズは1ドル支払っていますが、まあそれにしたってただでさえ解説者として今季スタートして、オリンピック予選での内容を見出されてマイナー契約し、そして1ドルでトレード、1年間でどんだけイベント詰め込むんだという感じですよね。そして冒頭の話に戻ってきますが、 MLB 復帰戦で大怪我をしてしまうと、ブルワーズへのトレードが決まってすぐに MLB 昇格を果たすと、その日のパイレーツ戦6点リードの9回に登板しました。アックスフォードはブルワーズのシーズンセーブ記録を持っていまして、またアックスフォードがセーブ王になった2011年にチームも地区優勝していますので、ファンからも愛されている選手、ファンからも歓迎されて9回のマウンドへ向かいます。スピードも最速 95.6 マイルと悪くなさそうではあったんですが、ただ2本のヒットとデッドボールで満塁のピンチを招くと、ベン・ギャメルに対してもカウント3ボール、そして4球目、明らかにフォームからしておかしな感じがありましたが、ボールは外へ大きく外れまして、球速も 92.4 マイル。この日の最速を考えますと球速も大きく落ちてしまったんですね。アックスフォード自らトレーナーを呼び出す仕草を見せて、そのまま負傷降板、そして冒頭の通り肘の大怪我で今季絶望になってしまったと。3年ぶりの MLB のマウンド、おそらくアックスフォード自身、あるいは誰もが期待していた結末ではありませんでしたが、こうしてアックスフォードの激動の2021年シーズンは幕を閉じました。というのがアックスフォード激動の2021年でしたが、最後あのような怪我で終わってしまったのが残念でなりませんが、ただ忘れてはいけないのが3年ぶり、それも38歳で MLB のマウンドにまた帰ってきた。これだけでもすごいことなんですよね。カウンセル監督がアックスフォードの状態について質問された際、肘の内側側副靭帯への損傷を否定していなかったそうなので、トミー・ジョン手術がもしかしたら必要な状態なのかもしれませんが、そうなった場合復帰まで最低でも12ヶ月から18ヶ月程度要してしまいますので、現在38歳のアックスフォードにとっては時間的にもちょっと厳しいのかもしれません。ただもしこれでアックスフォードの MLB でのキャリアが終わったとしても、たった一人のスカウトによって見出された右腕が10年間投げ続け、そして2年間ブランクがあった中で開幕時点では解説者だったにもかかわらず再び MLB のマウンドに戻ってきた、この映画のようなキャリアはこれからも覚えていきたいなと思っております。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、 MLB に関する動画上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。